環境への配慮を謳うビジネスが増えていますが、うまくいくのでしょうか。電動化を進める英国で取材しました。持続可能性に配慮したピザ配達。出来たてのピザを玄関まで届けてくれること以上に素晴らしいものはない。しかし、ピザを運ぶ車が EV かどうか、またはピザ屋が環境に配慮しているかどうかを気にかけたことはあるだろうか 車の電動化を推し進める英国では、ピザ屋と顧客の意識も変わりつつあるようだ。英国で宅配ピザを手掛けるバーテリスは、持続可能性に配慮したデリバリーを目指して、設立された会社で、現在はレミントンスパとオリックで事業を展開している。多くの食材を地元で調達するほか、梱包材をすべて堆肥化したり、CO2 排出量が少ない、または、 ゼロの車両を使用するなど、環境への総合的なアプローチに重点を置いている、ことで知られている、同社で使用している、電動版について、共同設立者のジムビリや市は次のように語る。この版は、主に、セントラルキッチンと、鉄砲から店舗まで、調理済みの食材や在庫を運ぶのに使われています。この用途では、非常に理想的で、 週に一度しか充電しないこともあります。交渉後続距離が 170km というのは、大したことないと思われるかもしれませんし、冬場は確かに不利ですが、私たちには必要十分です。計画性があれば EV は運用できるビリアシによると、この番が最も充電切れに近い状態になったのは、他の車両を支援するために呼び出された時だという。しかし、 そのような緊急事態であっても失望させることはなかったと彼は指摘する一度配送業者が来なかったことがありましたその時は配送拠点に確実に送るために荷台とキャビンの一部を自家製ピザでいっぱいにしなければなりませんでした往復で約8 0トルしかも満充電ではありませんベースに戻る最後の数キロメートルで充電切れと 表示されていたため、白髪が増えそうなくらい焦りましたが、なんとか仕事を終えました。これから EV への乗り換えを検討している人に対するアドバイスはあるかと尋ねると、彼は不便ではありません。事前に計画を立てていればねと答えた。もちろん、ガソリン車やディーゼル車のように、ほぼ燃料が空の状態で乗り込んですぐに給油できるような 手軽さはありませんが、計画的に電力を補給しておけば、どんなことでもできるようになります。もっと遠くのサプライヤーに行くためには、正直言ってエンジン付きの車を借りなければ、なりませんでした。稀なことですが、計画を立てればそれほど面倒ではありません。たまにしかしない、長距離移動を少しでも楽にするために、いつもエンジン車で走り回るよりは、そちらの方がいいですね。英国では、 顧客からの評判も上々。また、ビリヤ氏は EV へのこだわりが実用性だけでなくビジネス上の価値観によるものであることを率直に語っている独立系のフードデリバリー企業として私たちは自分たちの価値観を非常に大切にしています。食材の品質や産地には妥協せず倫理的で持続可能な国内の生産者やサプライヤーを厳選しています。 しかし、そのためにサプライチェーンの先々で妥協する必要があるでしょうか。持続可能なソリューションに投資することで街やコミュニティへの影響を軽減し、世界を少しでも緑豊かで住みよい場所にしたいと考えています。これまではゼロエミッション車両の運用は全体的なビジネスケースとしてうまくいかないと考えられてきました。しかし、興味深いことに、 経済的な課題は変化しています。実際に電動版はエンジン車よりも非常にコスト効率が高いことが分かりましたし、最近の燃料不足の際には切り替えの決断をして良かったと思いました。今日の価格高騰の中でもフル充電で3.37ポンド、約507円です。さらに、 注文した商品が EV で配送されることを意識する顧客が増えており収益の向上にもつながっているというお客様からはレミントンやゴリックで私たちの車両を見ると気分が良いという声をよく聞きます美味しいピザを運ぶ車を見て気分が良くなるのはもちろんですが街中でバンを見かけて私たちのことを気にかけてくれたと言われるとさらに特別な気分になります